こんにちは。ロードスター FM のお時間がやってまいりました。お相手はエイデン黒猫です。よろしくお願いいたします。先日はチューブミーティング大変お疲れ様でした。川勝さんをはじめ、運営スタッフ、ボランティアスタッフの皆さん、それから参加者の皆さん、キッチンカーとかの業者の皆さん、大変お疲れ様でした。9月といえどもやっぱりね、岐阜は暑いんで、あそこは標高も1000メーターくらいあるんですけども、それでもねやっぱり暑かったですよね。まあとにかくそんな暑い中ですね、皆さん、お疲れ様でした。今回の、FM なんですけども、まあチューブミーティングでいろんなものをいただきましたので、そのいただいたもの、あとは買ったもの、そういったもののご紹介をしたいと思います。そして、もう一つはですね、もう一つというかいくつかあるんですけど、まあ、今回はちょっといろいろお話がありまして、まあ、そのちょっと最近ですね、あるところでちょっとサイドブレーキが原因でちょっとした事故があったということで、そのサイドブレーキについてですね、僕実はね、やってることが一個あったんで、それをね一つ紹介してみたいと思います。サイドブレーキにちょっとした工夫が施してあるので、それをお伝えしてみようかなと思います。それから先日のチューブミーティングでですね、僕いつも帽子かぶってるんですよね。こうつばが全周囲にこう丸くあるね、いわゆるそのなんだろう、何帽子っていうんでしょうね、アウトドア帽子っていうんですかね、かぶってるんですけど、いつもあれを今回忘れてしまいまして、帽子がなかったんですよね。で、帽子ないと多分めちゃくちゃ日焼けするだろうなと思って、なんとかしようと思って、ちょっと今までにない工夫を施したんですよ。そうしたら思いのほか効果があったんで、その方法をですねご紹介したいと思います。なんといってもロードスターに乗ると屋根開けて走りますということは、やっぱりその日焼けとの戦いでもありますので、まあ、女性なんかはいろんな日焼け止めとか化粧品とかいろいろあって対策をバッチリされているんであんま関係ないと思うんですけど、特にその男性諸君は日焼けなんか気にしないっていう方はまあ置いとくとして、やっぱりちょっとあんまり焼けすぎるの嫌だなって思ってる人が、まあ、相当数いらっしゃると思うんですよね。ですので、そういった方向けに僕が今回偶然発見したかなり効果があるんではなかろうかと、それでいて、まあ、そんなに大変でもない、お手軽で、あと日焼け止め独特の嫌な突っ張る感じが極めて少ない、塗っている感じがあまりないっていう方法を発見したので、それをお伝えしてみようかなと思います。ということで、まあ、今回ちょっと内容盛りだくさんでお送りしたいと思いますんで、ゆっくりとお楽しみください。それでは最初のテーマなんですけども、先日のチューブミーティング2024で、いただいたものとか購入したものをご紹介したいと思います。まず最初にいただいたものご紹介いたします。いくつかあります。一つ目こちら、群馬の社長さんっていう、YouTuber さんからいただきました。こちらになります。これなんだろうね、コースターかな、コースターだと思います。布製で、ロードスター35周年のロゴ入りです。これをねいただきました。なんか色がね何種類かあったみたいで、いただいた方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、僕もね一つこれをいただきました。ありがとうございます。それから、待って裏はピンク色です。これこんなものをいただいてしまいました。社長さんありがとうございます。群馬の社長さんの YouTube チャンネルもぜひ登録をお願いいたします。概要欄にリンクを貼っておきます。そして続きまして、群馬の社長さんの娘さんからいただきました。
まだね、あの小学生ぐらいかな、小学校低学年ぐらいの可愛い女の子なんですけど、いただいたのがこちら、ロードスター T シャツをいただきました。まあちょっと開けませんけども、黒の T シャツにここにこう赤いね、ロードスターのロゴが、ロードスターのロゴっていうか、ロードスターという文字のロゴが入っている。ちょっとこういう感じの T シャツ、なんかデザインの T シャツってなんかありますよね。あのエドウィンとかみたいな、ああいうちょっとシンプルなね、あのデザインの T シャツなんで、裏はちょっと開けてみないとわかんないんですけど、もしかしたら裏にものすごい派手なマークが入ったらちょっとびっくりしちゃうんですけど、多分無地だと思います。この T シャツをいただきました。これ結構ね、あのカリザーミーティングの時とか着てる方がいて、あのシンプルでね、かっこいいなって思ってたんですよ。これは社長さんが作ってたんですね。ちょっと知らなかったんで、あのいただけて本当にこれね嬉しいです。娘さんがあの僕の動画をなんかよく見てくださってるみたいでですね、ちょっと小学生には理解できる内容じゃないと自分では思っていたんですけど、なぜか見ていただいてるらしくて、で今回そのチューブミーティングにね、娘さんもいらしていて、帰り際にお話をちょっとさせてもらったんですけど、その時にね、あのいただきました。ありがとうございます。それからですね、もう一点ね、同じです。これもね、群馬の社長さんの娘さんからいただいたんですけど、さっきの T シャツと同じロードスターの文字のこの赤くて四角いロゴの入ったパーカーをね、いただきました。これはもう今年の秋冬にね、ヘビロテ仕様をさせていただきたいなと思ってます。まあ動画もね、撮るときこれ着て撮りたいなと思ってます。娘さん本当にね、ありがとうございました。社長さんの娘さんね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。あの名前とか、あ、ちょっとまあお子様なんで言いませんけどね、もう名前も可愛いしね、あのもう将来多分すっごいことになりますよ。あの多分芸能人レベルだと思うんですけど、めっちゃ美人の可愛い娘さんです。多分あれ、社長さんの奥様もきっとに相当美しいんじゃないかなと思います。まあ遺伝レベルですからね。はい、続きましてですね、これか、これを、あ、これじゃないや、これと、あれ、荷物がもはやごちゃごちゃ、あ、あったあったあった、次これですね。はい、これは、マジカペさんから、これはちょっといただいた、いただいたとは言わない。これは買ったやつか。これは後にしよう。これは後にします。これだ。これをもらったんだ。はい、こちらね、マジカペさんからいただいたんですけども、あれです。メーターリングの試作品をいただきました。これどうやって開けるんだろう。開けれなくね？え？どういう、うわ、すごい、これ。これ、完璧に封印されてるんで、開けるのもったいないんですけど、ちょっと開けますね。こちらでございます。これです。メーターリング。もうちょっと近くで。はい、メーターリングです。これ、僕がね、以前買った、ドットタイプのメーターリングの、これ、アルミ製のやつの試作品だそうです。試作品なのでちょっと作りが荒いっていうことはあるらしいんですけど、まあなんかいただいちゃいましたので、まあつけようかなと思います。ちょっと分解する勇気がなくて、あの以前買ったのもまだつけれてないんですけど、あの取り付けしようかなと思ってます。こういうやつ、このブツブツの穴の開いてるところじゃなくて、穴開いてないところが数字に見えるんですね。これわかりますかね。ちょっと見づらいかな。どんな感じで、この角度で見ればわかるかな。ね、ここから 1,2,3 っていう風に埋まってるところが数字になってるっていうね。なんであのイルミネーションで光ると数字のところが光らずに周りが光るっていうね、そういうタイプのドットタイプのメータリングをいただきました。アルミ製です。
まあ今見た感じ試作品で作りが荒いからっておっしゃってたんですけど、ちょっと僕の目には特にその荒さがわからないですね。はい、どんどん行きましょう。続きまして同じくマジカペさんなんですけど、これです。エンジンスタートボタンのアルミバージョンを買いました。僕今ねここについてます。すでにこの樹脂のやつがねついてるんですけど、まあ、今回アルミが出たのと、これね黒同士だとねこう間違えてこっちをスタートボタンで僕よく押しちゃうんですよ。エアコンかなこれ。なのでここはじゃあ色が違くてもいいだろうかなと思ってアルミのやつにね変えました。このアルミのシルバー色なので、明確にねここの違いが出ますんで、まあ、これで間違えないようにできるんじゃないかなと思います。次、ロドスタマン 3D ステッカーっていうね今回新しいグッズが販売されていたので買いました。これねマジカペさんねこの緩衝材このプチプチを袋状に留める何かをきっとこれ手に入れたに違いない。前はねこうやって折りたたんでテープでこうやってピタッて貼って留めてたんですよ。だけどこれ見るとなんかちゃんとここが癒着されて閉じてるんで、こういうグッズをこれを何かこういうアイテムをね買ったんでしょうね、道具をねひっそりとね。はい、ロドストマン 3D ステッカーは、これも開けますか。これね可愛いんですよ。可愛くてねちょっと欲しくてね買っちゃったんですけど、こういうねものです。見えますかね、真ん中どこ真ん中。はい、これがロドスタマン 3D ステッカーです。なんでステッカーなのかっていうと、これどう見てもステッカーじゃなくてフィギュアだろっていう気持ちはまあわかります。でもこれねこれ両面テープついてるんですね、ここに。なんでこれでこういうところにこうペトッとこう貼れるからこれはステッカーだよねっていうマジカペさんなりのシャレだということでございます。はい、というわけでこれをね買いました。どっか貼ろうかなと思います。はい、そしてマジカペさん関連のものがもう一個あるんですけど、これですね。はい、またさっきと同じねメーターリングなんですけど、これは今回買ったんじゃなくて以前買ったものをちょっと交換するということになりまして、まあ以前買って同じこれと同じメーターリングを僕持ってたんですけど、これとチェンジでこの代わりにこれが来ました。で僕買ったはいいけどつけてなかったんで、ちょっとつけずに放っておくとね反るらしいんですよこのメーターリングが。で多分反っちゃってると思うから、そのどのぐらい変化しているかを見たいっていうのでちょっと交換してくれないかという依頼がありまして、あ全然いいですよってまだつけてるわけじゃないんでっていうことで交換をして、代わりに来たのがなぜかこのなんだろうディスプレイ付きが来ましてですね、これこのディスプレイいらないんですかって聞いたら、もう ND2 になっちゃったらメーターリングがもうつかないから、もうそんなに展示する必要もなくなったということで、もうこのディスプレイ皿なんか交換になりましたので、なんかこうなると取り付けるのもったいないんでね、これもう飾ろうかなって思うんですけど、まあまあまあさっきいただいたアルミのやつを取り付けてこれはディスプレイとして残しておこうかなと思います。はい、今回チューブミーティングではね、いろいろ買いました僕。まあいろいろっていうほどでもないんですけど、もう一個買ったんで、これが一番高かった大物です。これはマジカペさんではなくて R マジックさんから購入させていただいたんですけど、まあこのサイズ感、 R マジックでこのサイズ感、R マジックの熱心な信者の方ならもうすでにお分かりかと思います。こちらはですね、ペダルのカバーです。
全然出てこない。梱包イン梱包、ペダルのカバーです。こちらはよし、はい、やっと出てきました。これこういうものなんですけど、はい、うわー綺麗だ、すごい。これがアクセルペダルに、取り付けるカバーです。はい、多分取り付け用のネジとかがどっかに入っている。この中にね、ここにいますね。このネジをなくすと大変なことになるんで、これを使って、アクセルペダルに取り付けます。で、これをわざわざ取り付ける意味は何なのかというと、こう横から見るとですね、ちょっと厚みがあって、まあアクセルペダルをですね、ちょっとかさ増し、踏む位置をね、少し手前に持ってこれるっていう、そういうアイテムでございます。まあ、ヒール&とやりやすくなるっていうこともあるでしょうし、まあ、僕はそういうことするつもりは特にないんですけど、以前ね、このペダルをつけてる方に踏ませていただいたら、なんとも言えない踏み心地がね、良かったんですよ。ということで、まあ、今回ね、ちょっと今回というか前々からね、これちょっと欲しいなと思ってて、まあ、今回ミーティングで購入するとね、多分定価で買うより若干お安くなってるんで、まあ、買ってみましたので、こういうのまたね、取り付けは別の動画でやりたいと思ってますので、ぜひお楽しみに。ちなみに僕が見せてもらった方のやつはね、これなんか紫色みたいな色だったから、紫色もあるんかなと思って色を聞いてみたところ、まあチューブミーティングの時はこれ今これだけですみたいな返答だったんで、もしかしたら今は色がこれ一色なのかも知れないです。なんか黒とかあったらしいんですけど、ちょっと分かりません、すいません。ちなみにこれの取り付け方なんですけども、まあ中に説明書がこう入ってるっぽいし、まああと YouTube でですね、取り付け方の動画があるということなんで、まあそれを見てやれば多分できるんかなと思います。これがね、約ね2万円でした。はい、2万円というのが定価なのかミーティング価格なのかはちょっとわからないです。多分定価よりは安くなっているんだと、思います。ということでですね、今回チューブミーティングで購入したりとかいただいたりしたものを、紹介させていただきました。 MCD 続きましてですね、サイドブレーキの話したいと思います。サイドブレーキね、ちょっとここにね、ちょっとだけ見えてるんですけど、こいつなんですけど、やっぱりサイドブレーキってマニュアル車にとっては大事なものですよね。オートマと違くて、車止めるときにね、まあギアをローとかバックに入れろって、まあ、教習所ではね言いましたけど、その基本大体こうニュートラルになるわけですよね、ギアが。でサイドブレーキで車が動いていかないように固定してるっていう、これが緩んだらもしかしたら勝手に車が動いてしまうかもしれないというね、大事なものです。で最近ちょっと某所でですね、ちょっと自分の車に轢かれるという事件がありまして、サイドブレーキの効きがちょっと甘かったみたいで、止まってると思ってたのに動いてしまって、で挟まっちゃったっていうことがどうもあったということで、それを聞いた時にですね、ちょっと僕思い出したんですよ。この ND ロードスターのこのサイドブレーキなんですけど、僕実はちょっといじってます、これ。それをですね、皆さんにもぜひ一つの情報としてお伝えしておこうかなと思いまして、今回ね、ネタにさせていただきます。どういうことかって言いますと、このサイドブレーキなんですけど、まあ使い方としてはこうですよね。で下ろすときこのボタンを押しながら下げる、こうこれで、まあこれだけなんですけど、ロードスターのサイドブレーキは別に効きが悪いとかそういう話じゃないです。ちゃんと効くんですけど、僕がこの車買った時に、一番最初にちょっと違和感だったというか気になったのが、サイドブレーキのレバーがめっちゃ上まで上がるんですよ。これ今
こういう感じで、この何度ぐらい ?30 度ぐらいですかね、ここの角度がね。30度ぐらいで止まるんですけど、買った時ね、45度ぐらいまでね、上がったんですよ、もっと。これ。ギリ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 ってこうやって言うでしょ?この調子でもう、今よりプラス10度ぐらい。本当にもう、なんだろう。45度って言ったら、普通直角が90度だから、斜めですよね。一番45度って、半分、直角の半分まで、引っ張り上がるんじゃないかっていうぐらいギリ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 って音がして上がってたんですよ。でやっぱその以前乗ってた NC のサイドブレーキはそこまで上がらなくて、やっぱこのぐらいだったんですよ、いわゆる普通にだったので、なんかもっと上まで引っ張らないといけないっていうのはなんかすごく違和感で、ディーラーに行ってですね、ちょっといい車だしどこも不満はないと、おおむね OK なんだけど、唯一ちょっとサイドブレーキだけこうワンノッチ分締め上げてほしいっていう頼んだんですよね。これカチカチ言うじゃないですか、こうやって。これでだいたい僕のやつは 1,2,3,4,5,6 です。6でマックスになるんですけど、これがね7か8もう2回くらいカチカチっていうぐらい上がってたから、ちょっとそこまで引っ張るのめんどくさいし、なんかいつもの癖で5、6ノッチあたりで止めちゃいそうだったんで、それでもし緩んでね車が動いたら嫌だなと思って、もうマックスで5、6ノッチになるようにちょっとワイヤーの調整してくださいっていう風にお願いして直してもらった結果、今この状態なんです。でまあこれはもしかしたら個体差っていう可能性もあるんで、僕のやつだけおかしかったのかもしれないんですけど、いやおかしくはないのか、別に何回ガチガチ言おうとも一番上まで引けばいい話であっておかしくはないんですけど、僕の体感というか感覚上あんまり上まで引っ張るのはちょっと好ましくないというか、あんまり好きじゃなかったんで、まあ5ノッチ6ノッチぐらいで1,2,3,4,5,6、これぐらいでマックスまで引けるように調整してもらってます。まあそうしないとやっぱりそのサイドブレーキをこのカチカチがまだいけるのに途中で止めちゃったりすると甘くなって止めているはずの車が動き出すとか、そういう可能性もあると思うので、今回そのサイドブレーキ事件の話を聞いてふと思い出したんですよ。あ、そういえば買った時にこれ1個締め上げてもらって、5、6ノッチあたりで止まるようにしたなっていうのをふと思い出して、ね、ずっと今まで忘れてたんですけど、そういうその自分で自分の車に乗ってみて、ここはなんか少し違和感があるんだよなって思ったところは、まあサイドブレーキに限らずなんですけど、調整できる可能性があります。車っていうのはいろんな部分、主にそのドライバーが操作をする部分っていうのは調整の効く可能性があるので、一回ねやっぱりそのディーラーさんだったりチューニングショップ整備工場などに、これはもうちょっとこういう風になりませんかっていう風に自分から言ってみるといいんじゃないかなと思います。そうしないとその調子が悪いまま乗り続けて、万が一ねそれが原因で事故とかに怪我につながっても良くないし、毎日乗るものだったりするんで、まあ、ちょっとでもおかしいなって思うところはやっぱりすぐ見てもらうように相談をしていただくと意外と改善できたりするので、まあおすすめですね。はい、ということで、まあ、今回はそのサイドブレーキ事件を受けて思い出した、この僕がこの ND を買って唯一車体の元々の構造に対してちょっと1個だけ調整してくれっていうお願いをしたサイドブレーキの引き具合っていうのがあったよと、そういうところをちょっとお話しさせていただきましたんで、まあ、よかったら参考にしてください。あ、そうそう、あとねそのミッションのイオンのことも話しておきたいと思うんですけど、ミッションのイオンは今のところ直ってます。過去ミッションのイオン問題という部分をですね、動画で取り上げをさせていただいておりまして、何本か動画あるんで、また概要欄にリンク貼っておくんで、気になる方はぜひ見ていただきたいと思うんですけど、僕のこの買った ND ロードスターは、最初からミッションから変な音がしてて、ある時、まあそれを他の方から指摘されて、まあ
自分で初めて気づいたんですけど、走るとねウィーンっていう音がすごいんです。ドグミッションなんですかっていうぐらい、あのウィーンっていう音がすごくて、調べると走ってなくてもウィーンって音がしてたんですよ。そのウィーンっていう音はあくまで走行時の高回転時の音であって、アイドリングレベルでもそのウィーンっていう音のアイドリング回転数での音っていうのが鳴ってたんですよ。でなぜかそのクラッチをねこう切ると鳴らなくなる、離すとニュートラルですよ、止まってるんで、止まっていてニュートラルの状態でクラッチ切るとその変な音が消えて、また離すとまた聞こえるというような状態だったんですよ。で走るとさらにその音がもう顕著に出て、もうローとかでこう車が発進加速を始めるあたりからウィーンっていう音が聞こえて、周りの人からなんだあの音はと言われたっていう、まあそういう疑問問題があったんですけど、まあディーラーさんの新車保証でミッションを乗せ替えて、ミッション以外にもその周辺の部品をいろいろ乗せ替えて、ようやく今のところその今直っていると、2回乗せ替えしました。でようやく直ったと言いたいところなんですが、実はあの完全に直ってはいない気がします。でどう今どういう状況なのかっていうと、走ってると聞こえるんですよ、そのウィーンが。まあ、特にですね、今のところ僕の体感でいけば、そのミッションが温まってる時に聞こえる。結構あのロングツーリングとか遠出している時に途中からなんかよく聞こえるようになってくるっていう感じです。でアイドリング時とか加速時っていうのは、あんまりというか音がしなくなりました。一番最初のミッションはアイドリングの時にも音がしてたんですけど、今のミッションは走ってる時はちょっと鳴るんですけど、アイドリング時とか低回転時はあんまり音がしなくなったんですよ。まあ、なので最初のミッションと症状的にはちょっと違うんですけど、まあ、ただ走ってると結構気になるんで、また高速でこう40キロとか50キロで走ってる時はその外で聞いてる人に対しては通り過ぎるのが一瞬だから、そんなに違和感があるっていうふうに言われることはないので、まあいいかなと。あのアイドリングでも音がしてるし、発進時ね0キロから10キロとかの間にもウィーンって言っちゃうと、もう駐車場にいた人とかに何あの車変な音するって言われちゃうんで、それは嫌だったんですけど、まあ、今はそういうところはまああんまり言われないので、走行中はウィーンって言ってますけど、まあ目をつぶろうかなと思ってます。 NC も走行中はですね、たまに3速あたりでですね、まあ3000回転から4000回転あたりまで吹かしてこう加速していく時なんかにウィーンっていう音がちょっとどこかで聞こえていたことはあったんですよ。なんでまあそれに近いレベルかなっていうところで、今のところまあいいかなと思ってます。はい、まあ僕の車もすでにね5万キロも乗っていますし、それに今更そのミッションまた乗せ替えとか言っても治る保証がないんですよね。もうだって今ついてるこのミッションがすでに3期目でして、それでも完璧に治るとこまで持ってこれてないんで、もうちょっと何とも言えないし、マツダに持ってってもね多分困ると思うんですね、マツダでも。まあ本来そのマツダとしては自動車を作って販売している責任があるんで、あの原因をきちんと究明して、あの対策を施すっていうのがまあ義務だとは思うんですけど、2回もミッションを乗せ替えてくれて、それでもまだあの原因がわからないし、それに全部に同じ症状が出ているわけでもないですよね。まあ全員じゃないっていうのはなんとなくこう分かってるんで、そうなってくるとちょっと対応としても個別対応にならざるを得ないのかなっていう、まあそういう気もしているんで、まあ僕の今の状況は僕の中ではまあ許容範囲っていうことで、まあちょっと様子を見ようかなと思ってます。またもしね最初の状態に戻っちゃったとすれば、もう一回相談はしようかなとは思ってるんですけど、まあ新車保証の期間をね過ぎてしまうと思うので、その時にマツダがどういう対応をしてくれているのか、してくれるのか
についてはちょっと分かりませんけど、まあ、ただ新車の時からおかしくて、結局症状がその 100% 改善しているというところまで持ってこれてないやつなんで、期間を過ぎたとしても、まあ、その新車保証の中で見てもらいたいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ言うてもちょっとそれもね、なかなか難しいかもしれないですよね。やっぱミッションの世界ってなるとそれなりにね、お金かかる話なんで、ちょっとそこまで無理強いすることはできないのかなと思ってます。なのでまあ僕としては、まあ今の症状がですね、これ以上悪化しなければ、まあ許容範囲内ということで、まあいいかなと思ってるんですけど、まあ今のところそういう状況です。はい。でまあミッションのイオン問題に悩まれている方がもしいるとすれば、まあ早いうちにディーラーさんの方へ相談に行ってもらうっていうのがもう間違いなくて、治るか治らないかについてはちょっとね、何とも言えないんですけど、まあ自分の中で落としどころを見つけて行くしかないのかなと思います。 KPC、 最後にロードスター乗りの日焼けしたくない男子必見の話になるんですけども、日焼け止めの結構効果的な塗り方というか、不快感がない効果的な塗り方っていうのを発見したので、それを、お伝えします。ただしこれ僕が1回やっただけなんで確実にとは言えません。1回やっただけなんです。いつも僕帽子かぶってるから日焼け止めそこまでね気にしたことなかったんですけど、今回は帽子を忘れてミーティングに行ってしまったんで、それをカバーするために日焼け止めでなんとかしようと思って、まあちょっと真剣に考えた結果編み出された方法ということでありますので、まあ一回試してみて良ければいいし、ダメなら僕の勘違いっていうことで、まあ、本当あくまで参考にしていただければと思います。でちなみに日焼け止めグッズ、僕がいつも使ってるやつは前にも動画で紹介したことあるんですけど、これです。ニベアの UV プロテクターっていうね、日焼け止めを使っていました。でこれが、まあ、まあこれ確かに日焼け止めなんですけど、この日焼け止めってみんなそうなのかな、よくわかんないんだけど、塗るとねすごいなんかこう肌が突っ張る感じがするんですよ。なんかいかにもなんか塗ってるなみたいな。でなんかそれがちょっと不快で、あんまりね積極的につけようっていう気持ちがなんか失せるんですよ。日焼けしたくないけど塗った後の歯の感じもその気持ち悪くて、我慢するな、どっち我慢しようかなみたいな、そういうレベルになっちゃうんですよねこれ。なのでこれ一回買ったやつまだ残ってるんですよ。あんま塗らないから。まだ多分もう何回か塗れるぐらい残ってるんですよ。そのぐらい不快感が強くて、塗るのをちょっとこう、ためらってしまうというかね、そういう製品です。ただ、塗りさえすれば、ある程度の日焼け止め効果は期待できますというものです。SPF50 プラス PA プラス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 なんで、私はちょっとこの分野に疎いんでよくわかりませんけど、こんだけプラスがついてたら相当日焼け止め効くだろうっていうね、そういう商品なんじゃないかと思います。で、今回これをどうしたかということなんですけど、まあ先ほどからお話ししてる通り、僕はこの日焼け止めの塗られた後の肌の感じが本当に嫌で、突っ張るというか、なんか顔面に紙粘土でも塗ったのかっていうような感じになるんですよ、その感覚としてね。でそれが嫌で、なんかこう気が進まない。これをだけど塗らないと日焼けしてしまうし、まあ、今回は特に帽子なかったんで、もう塗らないと翌日会社行った時にお前どこ行ってきたんっていう感じになるじゃないですか。それが嫌で絶対なんとかしなきゃいけないから、もう嫌でもなんでもこれを塗るしかないと思ってたんですよ。だけど実は今年もう一個違うアイテムを入手しておりまして、それがですね、まあ、これなんですけど、これこれもニベアなんですけど、スキンコンディショナーなんで、まあ要は乳液なんですよ。ニベアの乳液
でもよく見るとここになんか UV って書いてあるんですよ。これオレンジ色で見えますかね。なんとかバルム UV って書いてある。ってことはこれ乳液でありながら若干の日焼け止め効果も多分含んでいるという商品だと思うんです。で、ある時ドラッグストアを見ながら、これこれもね SPF25PA++ って書いてあって、若干の日焼け止め効果がある乳液で、まあこれで日焼け止めになるんだったら、乳液だったら多分そんな塗った後ね嫌な感じしないんじゃないかなと思って、これで日焼け止め効果あるんだったら、まあいつも帽子かぶってるしそんな強いやつじゃなくても不快感なくてこれで肌が守れるんだ、いいじゃんと思って買ってみて使ってたんですよ、たまに。で、まあ確かにこれはただの乳液なんで塗った後そんな嫌な感じはしないです。まあ日焼け止め効果も本来の日焼け止めに比べれば弱いかもしれませんけど多少あるんで、まあ帽子かぶってる時はこれだけでいいかなって思ってました。で、今回帽子なかったんで忘れちゃってどうしようかなと思った時に、まあこっちしかないよなって思ったんです。もっと最初はもうこれ塗るしかないわと。でも塗った感じがすごい嫌だからどうしようって思った時に、おこっち塗ってからこっち塗りゃいいんじゃねって思ったんですよ。先に乳液塗ってから上からこれ塗れば乳液がお肌を保護してくれて、こっちに多少の日焼け止め効果が入っている上にさらにこの本物の日焼け止めを塗ると、これでまあ朝昼2回ぐらい塗っとけば結構守られるのではないか、しかもこっちだけ塗るのに比べたら不快感が少ないのではないかということに気がつきまして、やってみましたところ不快感がなかった。普通に乳液塗った後だけみたいな感じで嫌な感じはしなかったんですよ。で、まあ本当に効果が重ねがけされるかどうかは分かんないんですけど、一応これの上にこれっていう状況で、実際のところあんま日焼けしてなかったんですよ。帽子かぶってなくてチューブミーティングでほぼ一日外いたわけなんですけど、あんま日焼けしてなくて、まあ日傘も持ってたからっていうのもあるとは思うんです。本当にずっとね炎天下で顔面太陽に向けてたわけじゃないんで、そのまあこれらを塗ること以外にもなるべく太陽に当たらないようにしようという、まあそういう行動もありましたけどね。まあそれでも多分塗ってなかったらめっちゃ顔をヒリヒリする羽目になったと思うんですけど、ヒリヒリすることもなかったし、まあ見た目的にも多分そんなに変わんなかったかなと思うので、じゃあこの組み合わせもしかして結構良かったんじゃないっていう結論になりました、僕の中で。はい、ということで日焼け止めのみを塗った場合の不快感がどうしても嫌だという方は、この乳液を先に塗ってから後からこっちを塗るという、このちょっと二度手間ではありますが、これをやれば日焼け止めの嫌な感じしないんで、まあ僕ですよ、僕調べではしなかったんで、ちょっと苦手だな、日焼け止め苦手だなっていう方はこの組み合わせでお試しいただいて、ちょっと様子見ていただければいいんじゃないかなと思います。なんで僕も今後ねこれを塗るときはもう必ず先にこっちを塗ってから塗ろうかなってもう今思っちゃってるぐらい快適だったんで、まあ日焼けしたくない男子の諸君はまあ一回試してみてください。まあ、これでちょっと効果がいまいちだったらごめんなさい。ということで、今回のロードスター FM の、まあ、お話のネタは以上となります。 いかがでしたでしょうか。今回は僕的には結構、まあ、一つ一つが全部身のあるお話だったと自負をしておりますけども、まあ皆さんのねロードスターライフのお役に立てれば幸いかなと思います。はい、それではロードスター FM お別れの時間がやってまいりました。お相手はエイデン黒猫でした。さよなら。